はいどうもデルです。さて今回はですね、ジェネレーションズフロムエグザイルトライブ最新楽曲ダイヤモンズ徹底感想&解説トークーということで、来た来た、ついに来たね。聴けるようになりました。リリースされましたよ。いやもう本当に最高。いやもうこの楽曲、もう先に言うわ、俺ジェネ史上過去一席、もういいね、本当にこれ最高だね。これね、もちろんかっこいいだけの曲なんていうわけじゃないんですよ。もう先に言うわ、これドリーマーズに対するアンサーソングです。もうこれはね、決意とね、決意と感謝とアンサーなんですよ。もうこれはね、ちょっと語っていこう。ということでですね、このチャンネルはですね、LDH コンテンツをより一歩深く楽しむコンセプトに動画作りをしております。12月31日までにチャンネル登録者1万人到達するべく頑張っておりますので、皆様のご協力お願いいたします。ということで、チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。で、本編へゴー！はい、ということでですね、まあ、今回はダイヤモンズというですね、楽曲にね、フォーカスをして、いろいろ喋っていけたらなと思いますけれども、まずこの楽曲を制作されたのはもう言わずもが STY さんですね。もうこれはもうね、ブーンっていうあの音、あの16ブースターとかでも鳴ってたし、3代目の流星とかでも鳴ってるね、ブーンっていうのが鳴ってるんで、あれはもうね、 STY さんが作ったよっていう証拠なんで、今回のダイヤモンズも STY さんが手掛けてるで、だからジェネレーションズと STY さんがタッグを組んで、マジで代表曲、これからね、新しいステージね、10周年イヤーを終えて次のステージに向かうジェネレーションズが新章幕開けとともに引っ提げて、代表曲、俺たちの顔となるね、世に知らしめるね、楽曲にするんだっていうところがね、すごく気合を感じますよね。全てを集約している、そんな気がします。ジャケットからもね、7つの光がですね、あの7つのね、結晶が1つのね、場所に集約しているような、だから今までフェスとかさ、結構外部にいろんなところにジェネレーションズで出てたじゃない。それもですね、そういったなんでしょう、ダイヤモンズこれからリリースする代表曲を作るから、ここに集約させるんだっていうね、思いがすごくね、詰め込まれているように感じるんですけれども、それだけじゃないんですよ、この楽曲。みんな歌詞しっかりと見た？まあね、大事なところはね、ちょっとね、解説したいなと思いますけれども、もうね、この楽曲のすべてはここです。はい、冒頭のこの一行です。Why so serious? 心配ない。この歌詞がすべてです、この楽曲の。なんでかっていうと、まあね、ジェネレーションズ、まあまあ6月ぐらいか、リュウト君がね、まあ、ああいう発言をしたっていうところで、すごくデリマーズ不安になったじゃない。もうそのことを歌ってますよね、これ絶対。というのも、Why so serious? どういう意味かっていうと、なんでそんなに重大そうにしてるんだっていうことを言ってるわけですよ。で、心配ないって言い切ってるっていうところなんですよね。そう、もうデリマーズ、大丈夫、心配ないから、俺たちはそんなんで壊れないからっていう楽曲なんですよ、これ。どうよ、これ、みんな。ね？どう？泣けるでしょ、本当にもう。ね、だから、そっからね、まあ、いろいろ歌ってるわけなんですけれども、まあ、ここですね。次の僕がピックアップしたいところは、I don't care, 大体 what they say, 弱さを見せる強さものところね。胸に抱いて、繋ぐ日々が戦慄になって、永遠となるっていうところがあるじゃないですか。この歌詞、まあ、I don't care, ね。I don't care, 大体もう、what they say, もう彼らが何を言うからでも分かってるんだ。ね、分かってるよっていうことを言ってるわけですよ。大体もね、だからデリバースがなんて言うかなんて分かってる。でも弱さ見せる強さも胸に抱いて、繋ぐ日々が戦慄になって永遠となる。もうね、この歌詞いいよね、すごくいい。これをしかもリュウト君が歌ってるっていうところですから、で、おーに繋がるわけですよ。もうやられちゃうよね、ほんと。ここやばい、本当に。で、そっから繋がるんですよ。Why so serious? っていうところに繋がってるわけですよね。あの、冒頭の一番この楽曲の根幹となる Dreamers に伝えたいメッセージ。Why so serious? 心配ないっていうところに、おー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 から繋がっていく。ああ、もう俺もう泣くっていう感じなんですけれども。で、そっからですね。まあ、サビですよね。Cause we're 砕けやしないダンっていうところに、あのサビのところに入っていきますね。砕けやしないダイヤモンズ、潰されない Don't mess with me
ね、傷つかないダイヤモンズ、Beyond the Generations っていう風に歌ってるわけで、Beyond the Generations もうね、だから Generations が始まるんだ、もうここからですよ、さらに強固なものになったんですよ。だから、まあね、まあ、まあいろんなことがあって、10年間もいろんなことあったけれども、特にね、まあ、リュウト君がこう吐き出した、弱みを吐き出した、弱さを吐き出した、なんかそういうね、思いを吐き出したことによって、まあいろんな会議があったんでしょう。そんな中で、ジェネレーションズは、またより強固なものとなって、これからまた始まるんですよっていうところを、まあプレゼンテーションしてるわけなんですよね。で、I see my new horizons.ね、輝くジェムズ is shining on me、hear me out I'm the siren No pressure, no diamonds これみんなね どういう意味かっていうと、まあ、I see my new horizons、まあ、新しいねあの地平線が見えるんだと、で輝くジェムズ、輝く、まあ、ジェムズっていうのが、まあ、宝石たちっていう、まあ、意味ですよね。で It's shining on me、まあ輝、まあ、なんだろうな、まあ私の上で輝いていると、で hear me out、 まあ聞こえてくるんだと、 I'm the siren ね、No pressure no diamonds、 だからプレッシャーがない、プレッシャーがないってことはダイヤモンドじゃねえんだよ、でもプレッシャーあるからこそ俺たちは輝いていけるんだっていうところを歌っている、ここのね文章なんですよね。いいな、歌詞が最高ですよね、もう本当に本当に最高、もうマジでいい。いやー、まあね、まあここら辺かな、僕がね、あのまあそっからね、まあ I don't care 全然 what they say、 もう分かって、全然分かってますよっていうところね、次大体分かってるっていうところから、まあ2番に来たら全然分かってるからに変わるんだよね。うん、なんていうか分かってるってね、弱さ見せる強さが誇りとなって呆れるほどに輝いて永久に光る、もうだから弱さを見せることが輝きにつながるっていうところを歌ってますね、本当にね。いやーいいわ、うん、だから結構ね伝えたいメッセージとしてはもう本当にもう何回も繰り返し出てくるのもこのねところですよ。 Why so serious 心配ないというところですよね。もうここ Why so serious 心配ない、もうこれを一番にまずはドリーマーズに伝えたいんだっていうところがね、ね、わかりますよね、本当に。もうここね、ね、ヨセ君が歌ってるところにはなりますけれども、ここなんですよ、すべては。ジェネが今一番ドリーマーズに伝えたい思い、伝えたいメッセージっていうのは、もう、Why so serious? 心配ない!ここなんですよ。ここ、ここがすべてです。このダイヤモンズという楽曲はもう、心配ない!俺らはもう、潰れないから、輝くからっていうところなんですよね。みんな、受け取った?受け取った?このジェネからのメッセージ受け取った ?OK ですか?はい、というわけでね、まぁ、今回はですね、まぁ、ジェネレーションズダイヤモンズのですね、楽曲をですね、まぁ、感想プラスアルファ解説みたいな感じでやっていきましょう。本当にね、まぁ、ジェネレーションズからですね、まぁ、一番にね、ドリーマーズに伝えたい気持ちっていうものを表した楽曲になっているんじゃないかな、なんていうふうに思います。まぁ、明日ね、明日じゃないや。もう明日じゃないんだよ!もう、今日か。今日の朝6時にね、MV 解禁されますので、それね見たらね感想動画撮りたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけでこんなわけでね以上になりますので、皆さんですねぜひともダイヤモンズ盛り上げていただけたらなと思います。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。また次の動画でバイバイ。